眉ってすごい大事だなと思って、もう全然違う、顔が上がってない。このボサボサ眉で登場です。最近ね、ちょっとまた私自分が眉毛迷子になっています。お客様が印象がすごい変わったな、素敵だなって思って声をかけるとね、大体皆さん眉毛をね変えている、今日眉毛やってきたんですっていう人が多いぐらい、マスク生活も長いし眉ってすごい大事だなと思って、今日はですね若く見える眉でお願いしたいと思って、うちのね大人気アイブロウリスト柳町をですね召喚しまして作ってもらおうと思います。じゃあヤナちゃんお願いします。はい、ね、こんにちは。ヤナちゃんお願いします。私のこのボスター眉、どんどんここが細くなってきて、ここばっかり太くなってくるんですよ。でも今日は頑張ってしっかりビシッとビシッと、はい、若見えでお願いします。はい、なんかコツがあると思うんですよ。いつもなんかやっぱり教えてもらった時はできるんだけど、だんだんとまた自己流になってきて、なんかこういう眉毛しか描けないくなってるんですけど、やっぱりあの眉ってすごいね大事だし変わるし、眉で老け見えもすれば若見えもするっていうことで、ぜひコツをお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、楽しみです。はい、このボサ眉どこからいきましょうか。はい、まずは必ずこれですね、このアイテムです。このスクリューブラシ、まず溶かすっていうのが大事になってきます。はい、一番のポイントです。やっぱ眉毛って癖が出てくるんですよね。で、癖が出てくるので、どうしてもこう毛がこう下がりがちに日本人ってどうしてもなってくるので、そうするとなんかちょっと困ったような顔に見えてしまったりとか、こう目のあたりがちょっとぼんやりしてしまう印象になるんですけれども、この左右の毛の向きをですね、髪の毛も必ず溶かす、朝溶かすと思うんですけれども、メイクの前に必ず同じ向きに、上向きに溶かすというのが大事になってきます。はい、カットしないっていうのも結構大事になるんですよね。カットしない方がいい、しない方がいいです。自己流でしない方がいいんですね。してしまうと、こう溶かした時に言うことを聞かないですね。ちゃんと収まらないので、必ずこう溶かした時に綺麗にこう流れが作るには、あまり自己流でカットせずに長さはあった方がいいです。なるほど。でこちらですね、ちょっとこう溶かしてみると、ちょっとこう目力が、これだけでも、さっきしょんぼりしてたの、なんかしょんぼくんだった、なんか確かに溶かしただけでも、そうなんです、溶かしただけでも結構綺麗にいくので、あとはちょっとバランスを取りますね。はい、あの眉毛サロンでは結構そのお客様の顔の形だったりとか、あとはお洋服のイメージだったりとかで若干微調整して仕上げしていくんですけれども、ご自宅でできる本当に基本的なポイントですね、位置が結構決まってます。はい、はい、これだけ押さえれば左右対称にまとまって描きやすくなります。はい、はい、ぜひお願いします。まずですね、眉頭が小鼻と、の延長線上ですね、を見ます。今度は眉山ですね、眉山が小鼻と黒目の外側の延長線上ですね、に印をつけます。まず印から、はい、まず印ですね。はい、次に小鼻と目尻の延長線上が眉尻になります、に印をつける。でこの時にポイントがあります。若見えポイント、はい、また若見えポイントです。はい、必ず眉頭のここの下の部分と、ここの眉尻が、こうちょっと眉尻の方が上がってるところで終わってほしいんですね。こう下がらないように、ここの辺に眉尻があって、こう眉頭よりも眉尻の終わりのポイントが下がってしまうと、全体的に眉毛が下がって見えてしまうので、必ず眉尻はこの眉頭よりも少し上がった位置に終わってほしいですね。ここよりもこれがいかない、私結構こういう風に変えたかもしれない。これはダメってことでね。そうなんです、 NG 眉は本当にこうボサボサってなってて、で溶かさないでよくありがちなのが、まあ眉毛描くって感じだからって、このままこういう風に何も終わりを決めずにピュン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 って線で描いていって、
ってしまって適当に線でこうバーって眉頭からこう付け足すっていうのが NG 眉ですね。 NG 眉、はい、やってるかもしれない、うん、なるほど、はい、ピョンピョンダメです。そうすると、うん、ここがね眉尻がこう何回もこう線でこっちからこう描くことによってどんどん太くなるし、うん、どこにどう収まればいいかもわからないし、うんうん、いつの間にかこっちの方が濃くなってるみたいなことが起こるので、うんうん、必ず溶かしてから位置を決めてそこから描き足していきます。描き足す時のポイントがまず点で位置を決めたら外枠を描いていきます。外枠を、はい、点と点をつなげて、うんうん、眉この下の部分がすごく重要なんですけれども、ついこういってしまって下をあまり描き足さないことが多いんですけれども、うん、まあ、髪ポイント、髪絵ポイント2、はい、その2が、うん、目と眉毛を少しだけ近づける。なるほど、外人みたいに、外人みたいにポイントなんですよ、うん、近ければ近いほど若く見えます、うん、そして目が大きく見えます。わー、ここですね、先生の場合はここを、うんうん、この毛が生えてるところは眉頭は濃くしたくないので描き足さなくていいんですよ。生えていないところを見つけて、うんうん、そこからこの眉尻に向かってまず外枠を描いていきます。で、つなげましたらこう枠ができるんですね、うんうんうん、はい、枠ができました、枠ができました、はい、今度は外側から枠の中を埋めていきます。そうすることによって必ず眉毛は眉頭が薄くて眉尻に向かってだんだん濃くなるっていうなるとお顔のバランスが取れやすいので、うんうん、必ず眉尻から、うん、濃くしたいところが一番色を重ねていいところなので濃くしたいところから描いていきます。本当に本当にこの尻尾の方から描くんですね。そうなんです、うんうん、もうすでにこっちと比べると随分と微調整します、はい、お、うん、できてきました。もう全然違う、こっちとこっち、うんうん、顔が上がって見える、顔が上がって見えますね、こっちの方がね、うんうんうん、上がって見えますよね、うんうん、本当だ。もうちょっとだけ微調整ちょっと描き足しますね。ちょっと足りないなっていうところを描き足してこうやってぼかすだけで、うん、眉山は十分です。なるほど、なんか違う、うん、こっち本当だ、顔もなんかこっちからこっちの方が小さく見える気がする、はい、ね、そうなんですよ、顔もちっちゃく、ね、見えますよね、顔はちっちゃく、こっちの方が大きく見えるよね、顔、顔の余白が埋まるんですよね、眉毛をこう、うん、しっかり眉尻を決めて描くことによって、うんうん、もう顔が上がって見えるっていうのはこの眉尻を目頭のここよりも下に下ろさないことが大事、うん、そうです、下ろしちゃうと下がってね、うん、下がってる、お色味は今回先生あの髪の毛のお色も黒いですし、うん、瞳も黒いので、うん、合わせて一番濃い色ですね、うん、ネナレビさんのエボニー、ネナレビさんのペンシルですね、うんうん、はい、ペンシルのエボニー、はい、で後ろにあの作りもついてるんだよね、ネナレビさん、ついてます、ネナレビさんが本当に細く描けるからめっちゃおすすめですよ、ね、おすすめです、柔らかい上にこれが最後なくなりきるまで、うん、ちゃんと描けるのね、うん、短くなっても、うん、一通りペンシルで描きましたら、はい、今ナチュラルというのが結構流行ってるので、うん、あまりこう頑張ってしっかりびっちり形を人工的にしっかり取るというよりかは本当にナチュラルなお仕上がりが流行ってますので、ちょっと、はい、昔前はめっちゃ太眉は流行ってたけど今はそうではない、今はそこまでバッチリ太眉ではなくて、うんうん、その方の骨格に合わせたナチュラルさで、その中で例えばお洋服だったりとか何たい雰囲気で少しだけプラスアルファ色を変えてみたりだとか、うん、と思うんですけれども、自然なお仕上がりが流行ってると思います。最後にネナレビさんのこれですね、うんうん、透明マスカラ、あーこれね、いいんですよね、これポイントですかね、これポイントです、うん、本当に優秀で、うん、本当にちょっとでいいんですよ、うん、なかなかなくならないんですけれども、うん、これをまあ少しちょっとうん、あまりたっぷりしない方が、たっぷりしなくていい、全然大丈夫です、うん、そしてですね、眉頭から綺麗に溶かしていきます、はい、全体的にちょっと溶かすだけでも、
違いますよね。これ魔法の眉マスカラって呼ばれてるんですよ。すごい。なかなか売ってないこの透明の眉マスカラ。で、売ってても、うん、変にキープしすぎちゃってガッチガチに毛が固まってしまったりだとか、張り付いてるみたいな感じ。張り付いてるみたいに、うんうん、今の眉毛を邪魔せずにちゃんと毛流れもキープしてくれるってなかなか売ってないですね。もう一回言おう、レナレビさんですね。はい。レナレビさん本当にいいね。いい、本当にいいです。今こちらの眉毛は完成いたしました、うん、こちらの眉毛簡単です。簡単です。簡単だけどすごい綺麗です。ワックス脱毛とかも今はしてなくって、うん、本当こメイクで整えただけ、うん、すごいいい、うん、すごい綺麗です。もうこうこっちの方が顔がまず大きく見えるのと、あとこの辺もで大きく見えるよね。こっちの方が顔がちっちゃく見えます。はい、ちょっと見える、ここ余白が少ない、なんかわかんない、ちっちゃく見えるのと上がって見える気がします、うん、はい。であと先生はもう眉毛の毛がしっかりされて黒いので、うん、この透明眉マスカラだけでも十分なんですけれども、うん、眉毛が細くて薄くてお困りの方、もうちょっとしっかり存在感を出したい方には、はい、このレナレビさんのクリアブラックマスカラっていうのがあるんですよ、うん、これも本当におすすめです。本当透明マスカラみたいにキープ力もあるんですけど、うん、ちょっと黒い色がくんですよ、うんうん、そうすることで、うん、先生はもともと毛がしっかりされてるので、うん、そんなに濃くしなくてもいいと思うんですけれども、毛が増えて見えませんか？毛が増えて見える、うんうん、確かに確かに、さっきよりももっとしっかりした感じ。そうなんですよ、うん、より顔をはっきりさせたい方だったりとか、うんうん、これ、ね、整えるもまず大事なんですけれども、もうちょっとこう眉毛を細くてもうちょっとしっかり太く見せたい方とか濃くしたい方には結構おすすめです、うん、眉毛ってあの薄いのと、うん、ある程度濃いのだったらもしかしてこういう方が若く見える。そうです ね濃くてしっかりしてる方がフワーンとしてるよりも若く、うんうん、見えると思います。そうだよね。なんかよくほら大河ドラマとかでさ、うん、あの女性がどんどんほらどんどん年を取っていくのを演じるじゃない、うん、どんどんと薄くなるのね眉毛とか、うん、若い時はカチッてしてるけど、うん、だんだんと年を取っていくにつれメイクが眉とかほんとなくなっていく、メイクをするっていうことは、はい、色素とかこういうの薄くなっていくと、うん、やっぱりなんとなくこう老けて見えるっていうか、うん、力強さがなくなってくるんだよね、うん、優しげですけどね。そうですね、うんうん、その辺じゃなりたい自分に合わせて、なりたい自分に合わせて、うん、いくのがいいと思います。じゃあ今度反対も一応最後押し上げよろしくお願いします。はい、うん、いい感じです。今一通り、うん、左右のメイクがどうでしょうか。全然違うね。確かにちょっといつもバカバカしく見える気がする。なんかこう健康的に眉毛も生えてるっていう感じですよね、うんうん、だって中村あんちゃん好きなんですよ。ヘルシーな、ヘルシーな中村あんちゃん風、うん、なんか字が自賛ね。元カムラインしっかりしてるんですけど、ちょっとご紹介として使わせていただいたので濃い押し上がりになってるかもしれないです。くっきりはっきり元気がよく見えるかもしれない。そう、毛もこう細くじゃなくてちゃんとしっかりした毛が生えてるような、うん、なんかヘルシーで健康的で若々しい感じ、うんうん、そうです、うん、まさに、うん、わーやったーねー。すごいすごい、ありがとう。ポイントとしてはじゃあまとめると、うんうん、赤見えポイント1が毛の向きですね、うん、毛が下がらないようにまず溶かす、溶かす、必ず溶かす、必ず溶かす、はい、で2番目が位置を決める、決める、位置を決める、勝手に書き始めない、勝手に書き始めない、うん、まずペンで位置を決める、うん、で3つ目が外枠を位置を決めてから、うん、外枠をまず書く、それから、うん、中を埋めていく、はい、この眉尻の方から、眉尻の方から少しずつ少しずつ埋めていく、埋めていく、うん、そしてそれをこうキープしてキュッとこうやるために、うん、お助けアイテムがこちらですね、はい、うん、止めますから、止めますから、毛を溶かそうとしてもすごいです、固定されて、うんうん、毛が上向きに固定されて、うん、ちょっとやそっとのコツでボサボサにならなくなってるんです、うん、すごい、しっかりキープされてますよね、うん、しっかりキープされてる、うん、素晴らしい。もっとして毛がちょっとあの足りない人とか薄いっぽい人はクリアブラックマスカラ、クリアブラックマスカラ、うん、これを足すと、はい、きっと健康的な眉毛になりますということでした、はい、お助けアイテムも若見えポイントのコツ3つ教えてもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ参考になさってみてくださいね、はい、というわけで今日も成功です。ねちゃんじゃあ一緒に行ってたありがとう、ありがとうございます。
ご視聴いただきありがとうございます。いいなと思ってくださった方はグッドボタンをお願いします。最新の動画をご覧になりたい方はチャンネル登録をして隣のベルマークを押すと新しい動画を見逃しません。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。